大家好，我是悟讲。大家还记得之前我拍过无印良品，还有 cosme， 就是找我的日本朋友一起跟大家介绍他们喜欢的商品。那下面也有很多人留言说想要看什么样的店家，那其中有一个日本非常有名的连锁店，就是 LOFT。 这一次真的很幸运的是，银座 LOFT 让我包场，就一整栋哦，让我包场，真的觉得超开心的。这真的是很荣幸的事情哎，因为一般很少有包场的机会。那我们是在开店前来拍的。那这一次呢，当然也找了我的两位好朋友 Seika さんと Masami さんです。大家好。で今回もお二人の好きな商品を皆様に紹介します。いっぱいありますよ。私本日ちょっとかっちり系でございます。はい。 これはよく来ているんですけれども、ずっと前に買ったセリーヌのジャケットでございます。こちらはアンダーカバーというところのやつです。中はユニクロのタンクトップそしてパンツはリーバイスです。普通はアディダスなんですけれども、もちろんございますよ。ランデブここにねボーボーバッグなんですけれども、あれすごく持ちやすく、こういう時にスタイリッシュに持てるのでおすすめです。 オフィスウーマン。確かにオフィスウーマンでしょ。これだとね、オフィスウーマンになるんだけれども、このバッグを加えることによって銀座に馴染みます。銀座の女だ。じゃあ、どうぞ。じゃあ、私行きます。ではこれからオフィスなので、パソコンが入っております。そして英語の本、とっても厚くて重い。で、こんな感じですごい重いで、ほぼお菓子が入っている状態でございます。で、こっちに、携帯とか財布とかすぐ取れるように RB の巾着入れないよ、ここに。これがさ、またポイントだから持ってね。そうそうそう。で、こちらはトレンチコートです。これはヴィンテージで買ったんですけど、これマジすごくって、ちょっと長いよね。ここね、見て。こうやって止めるとパンツになる。すごいね。すごいでしょ。これだから自転車もロングコートだけど乗れるっていうので買いました。そしてこちら、じゃじゃん。 絶対ルーさん白とか着てくるかなと思って。すごい当たりじゃん。合わせて私もブラウスにしております。全部ヴィンテージ。セガさんのチャンネルでもヴィンテージ買いに行く動画アップしてますので、はい、皆さんはぜひ見に行ってください。 LOFT 是日本知名的生活物品杂货专门店，贩卖当代的潮流商品，想要什么在 LOFT 都找得到。那其中银座店作为旗舰店，拥有整栋6层楼的卖场，贩卖超过5万种商品。那这次特别取材很可惜，因为大人的原因没有办法拍摄1楼和6楼，就让我们针对2楼的美容与健康杂货，3楼的时尚杂货、旅行用品，4楼的生活杂货，还有5楼的文具。 为大家做一个简单的导览，还有介绍吧。那我们现在已经来到2楼，2楼是保养品、化妆品，还有一些健康杂货。它们里面的整个氛围呢都非常的明亮，整个呢都是以白色作为基调。哇，超怀念的，以前就在这里打工。使ってるやつ。やばいよ。今日買おうと思ってたのここにあった。何？これですよ。私今日切れて朝。でこれ使ってるんだけど、ね、セイカも使ってるよね。私多分ね4本目ぐらい。私も。 これ本当に今日買おうと思う。今日買って帰ります。あと最近これも使ってて、新しいんだけど保湿と毛穴と透明感っていうのでビタミン C がしっかり入ってるっていうやつで、今ね紫外線がすごいから使い始めてるんですけど、肌がすごい良くなった。これもいいのよ。なんか全部使ってるじゃない。那这个 cosme festival 呢，他们是把2023年春夏现在注目的新商品都集结在这里了，这个超丰富，马上面整个已经逛起来了。 これいつもねセイカに勧めてもらって使ってるんですけど、ね、大さじのリップねすごいのに、うちのロミオくんがこれですぐ遊ぶからなくなるのこれなくなったら私肌荒れます。これね天然由来の色なので夜寝る前につけても大丈夫なクリームで、ちょっと柑橘系のね香りなの。あいい匂い、ね、いい香りでしょ。朝もつけてますよ。これね、これ見て。 伸ばすと全然色とかなくなるの。まさみさんすごくない？何でも使ったことある。言っていい？全部私使って。あ、そうです。うちの社長がこれ使ってんだって。だから最近彼は甘い匂いが。これさ、なんか外国の綺麗な人の香りがするから、皆様もし社長のファンがいらっしゃいましたらこの匂いがすると想像してください。うん。うん。 私社長こんな近くに匂ったことないから分かんない。いや私もないわ。これなんだね。こちらです。ニックス。フランスで不当の人気。これでも昔からすごい人気高くて全身に使えるオイルだよね。ロフトで買うっていうイメージ、私は。2人は結構ロフト来るもんね。来ます、大好きです。しかも学生の頃からよく。そうだね、何もないのにロフト来るっていう。週末絶対来る。わかる。これはなんかこう部分部分によって塗るオイルみたいな。あ、本当だ。大丈夫だけど。やだ、これ私の大好きなレスキューレメディー。頭が痛くなった時とか、ミーティングちょっとヘビーだなって時はこれを食べて気持ちを落ち着かせる。大家看他们的二楼呢，其实真的非常的丰富。那之前有跟大家介绍过 Ado Cosme， 其实 LOFT 这里也很好逛。こういうの欲しいなと思っていた。イベントにさ、こう準備するのにいいよね。旅行前とか。何でも揃います。待って、傘めちゃくちゃ多くない？欲しいこれ。でもあさみさんこれじゃない？3000円なんだけど。昔はさ、こういうの持ってたけどね、今最近落ち着いたから好きで買い物しだすやつ。うん、いいと思います。傘探してたの？探してたの。いつもビニール傘さ、気分落ちるじゃん。こういうの結構好きかも。ああ、確かに持ってるイメージ。確かにルーさんも。これなら実用性を求めて。実用性。うちのは実用性がないみたいな言い方してる。違う違う、折りたたみ？ああ。私今日から夜中からスキーに行くんですよ。あ、そうなの？そう、夜中車運転してあるかなと思って、それも見てる。ここ行く時結構こういうゾーンに来て。これまさみさんらしいね。これかわいい。なんかさ、ルさんのさ YouTube の編集でさ、みんながそう、これまさみさんじゃない？これ誰だろう。これをこうしてこういうんだ。すごい。あ、こういうのいいよね。圧縮パック大事だね。買ってもさなくなるよね。嗯，这个大海旅游的话，买回去就很方便。因为我现在带影视美的关系，然后我都会随身带牙刷，还有杯子跟牙膏，这个超方便的。しかもこれ全部さ必要なものだね。そう。こう買ってっちゃっていいよね。このポーチに入れてね全部。手機掛绳，这个真的超方便的。スキーの時にさ、あ、めっちゃ大事かも。だよね。これ絶対まさみさんも購入した方がいいと思う。ね、そうだよね。何色にするの？ね、どうしようどうしよう。これいいわ。はい。購入。カゴがいろんなところにある。私本当紫好きみたい。他们这里还有卖手表、还有手机的关联商品。ワクワクするよね。ねえ、やばい。私ミフィ好きなの。ミフィ。これいいじゃん。カバンと一緒だ。バッグと一緒や。本当だ。而且也有卖钱包、好酷哦、什么都有。懐かしい。私さ、ここでさギフト何回か買ってしまう。私は元カレとかさ。ルさん今日何買うの？シール買いたいかも。シール？最近日記書いてて。いいね。ねえ。我们现在来到4楼，4楼是生活杂货区。这两位已经看翻了。那你？可爱い。私これ。私。这种字母的杯子也很可爱。なんかハリーポッターっぽいなんか。確かに。可愛い。ギフトにいいね。あ、これまさみさんが使ってるの見たことある。そうだよ。グリーンとピンク持ってんだけど、大きいバージョンのさ、可愛いネイビー。私買おうかな。これマジ使えるよ。日本最近也越来越多人用环保杯了。あとね、これちょっとしたプレゼントにもすごい良くて、友達とかに結構あげてる。私これ買う。セカさん決まりました。私こちらでエコガールになりたい。エコガール。こちら私がいつも使ってるスポンジですね。ちょっと不評になったんで、これちょっと買いたいと思います。まさみさんが好笑。こちら使っております。食器洗いってね、いろいろねついちゃうから。リンゴとかさ皮ごと食べたい時にこれをシュシュシュってやって洗うと、外についた薬品とかそういうのが取れるっていうベジセーフ。これ92%のママがリピートしますよ。すげえじゃん。大家看、这是牛奶，如果喝不完的时候就可以用这个固定，超可愛的。まさみさんすごいね。日本の経済貢献してるよ。可愛い。お弁当。セイカさんお弁当めっちゃ作ってんじゃん。たまに持ってる人いるじゃん。あ、いる。あ、これ何入れてんの？待って、私持ってるよこれ。何入れてる？めちゃくちゃ買ってます。弁当入れて可愛いよ。しかも私こういうの好きなの。ゆるふわ系ね。そう。それはいつもルーさんのスタンダードよ。これルーさん。ね、我最喜欢这种风格了。私結婚式で来れなかったんだけど、ご祝儀とか来てくれる親戚とかいるじゃん、うん、にみんなにこれ買いました。でこれね、箱がありがとうとか感謝とかいっぱい選べるのよ。これが世界に1個しかない、その人に合った色をこうやって入れてみんなに配送しました。我们现在要去5楼的文具区，他们超期待的。必要じゃないのに。わかる。途中から持ってくるんだよね。もっとやっぱ使うよねみたいな感じでさ、買うよね。あ、捨てるタオルすぐ買っちゃう。我也超喜欢买这种卡片。啊，每家卡片的。哇，他们两个整个买疯，好可爱。我在どうしも。カメラはリンクも可愛いね。いつもあんまり関わりの薄い人でもさ、お花とちょっと手紙添えるだけで全然違うじゃん。こういっぱい持っといて、その人に合ったやつを選ぶのが自分でございます。これ買った方がいいよ絶対。え、これさ、うちのお父さんまだ11月の誕生日だからまだまだだけど買ってこうか。这个厂还有买大的版本，然后也有小的，现在考虑要买小的。ちょっとちっちゃいのも買っとこう。はい、これ好きなところ。え、これ私買ったことあるよ。マジ？笑いのツボが合う。私社長と記念日が近いので買ってこうかな。一緒にしたいところとさ、好きなところどっち？待って、社長超幸せじゃん本当に。女生真的不管到几岁都会想买贴纸。我决定我要买这个，太可爱了吧！天哪，完全。是会文字的感觉。今こういうの超人気だよね。人気。しかもなんかすぐにさ渡せるしさ、スマホもいいけどさ、こう楽しみが増えるよ。なんかあげるときにさ、包むのよこれね。可愛い。可愛い。クマ。このさ、本とか読む人さ、こうブックカバーにしてもいいんだよね。私紙大好きなの。わかる。紙いいよね。みんな好きだからさ、やっぱさ、文房具コーナーさ、激アツだよ。哇，这里他们还有台湾系列。大家知道我们这个袋子在日本超夯的吗？日本人都超爱买这个袋子的，很有趣。ペンとノート好きじゃん。ノート好きに書くものもうないのに好き。なんでなんだろう。推し活の時にやる。すごいね、こういうのもやってる。大家要追星的话呢，也可以来买这种，就是专门码头妹的。こちら毎日使ってるおすすめ。文当也是超爱买 LOFT 买笔的，就是因为文当上班也要一直写东西，所以他就对笔还蛮坚持的。哇，铅笔盒超可爱的。学生の頃これだったよね。私も買ってたよ。私これだった。啊，そっち派だ。こっち派です。あ、こっちね。还有这种是3年5年日记，毎年去年の自分何やってるのかを見れるっていう。すごい。那这一位呢，是我在 LOFT 打工所有的同事，叫板垣君。对，他就看到我们在拍摄，他就跟我说，他有一个一定要推荐给大家的商品。UniBall1 ですね。とても書きやすくて、今まで長いペンがあったんですけれども、持ち運びやすいこのペンが新発売しまして、これがおすすめです。ありがとうございます。ありがとうございます。我们来到三温暖区。马上面上超愛三温暖的。私これ2個持ってますよ。こういうのはね、外とかのサウナとか行くときにこういうのを持っていくの。まさみさん、どこの店にいてもスタッフだね。はーい、無印でもロフトでも。这里还有赈災コーナー。ラジオ2個持ってるから。2個必要？いや、なんかあったときは1個。まさみさんの家、いろんなもの置いてるね。だからね、自分の服入れないのよ。いろんなものを詰め込んでるから。まさみさん家行くと、もう玄関から始まってる。玄関にまず自転車縦になってるから。すごい。私旅行の時持っていくんだけど、ロングで滞在する時これで洗ってあげるの。いろんなものを試してるね。まず試さないと喋れないでしょ。喋れるよ。そうだよ。いろんな出会いがあって、予想してないものと出会っちゃって買いました。まさみさんも爆買い中です。1万円は余裕で。好，那我们现在已经从 LOFT 出来了，他们全部都买超多的。那因为这一次我跟他们官方直接联系，那他们说1楼跟6楼呢，可能因为有一些版权问题不能拍，所以这一次没有拍给大家看，只有拍2楼、3楼、4楼、5楼。但是我觉得这样内容也很多了，就这一栋真的是还蛮好逛的，而且算是 LOFT 算是还蛮知名很大的分店，大家来日本的话都可以逛一下。すごい楽しかった。テーマパークでした。5時間ぐらい欲しい。そう。なんか本当に台湾がまだ LOFT がないんですけど、みんな。日本に来たらぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。好，那谢谢大家看我们今天这一集影片，我们下次影片见，拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。